笹川会長一行は次の寄港地、スイス国際都市ジュネーブへ。今回のジュネーブ訪問の目的はワークショップ1985出席のためです。ワークショップ1985とは、アフリカ難民の飢餓対策を長期的視野から推進する狙いで、日本船舶振興会笹川会長をはじめ、ノーベル平和賞受賞者ボーローグ博士らが提唱者となり、7月8日から7月10日までスイス・ジュネーブで開かれたものです。7月8日、会議場であるジュネーブ大学大学院国際問題研究所へ向かう笹川会長。いよいよアフリカ飢餓会議が始まります。会議は飢餓に苦しむアフリカを救うため緑の革命を実現しようと呼びかけたもので、カーター前アメリカ大統領、ローマクラブアレキサンダー・キング会長をはじめとする欧米の著名学者や国連関係者らが多数出席し、熱心に討議は進められました。公私ともに誠にご対応中にも関わります。万象運繰り合わせの上、そこで笹川会長はいたずらに論議を空転させることなく直ちに行動をと演説され、参加者に深い感銘を与えられました。そこで我が国では儀式決せず決して行われるということを私が最初に言ったんでありますが、同日開かれたレセプションは議会関係者をはじめ、ラブレッジオーマーラー事務総長などたくさんの人を迎え行われました。チャールズ・デ・ヘイズ from the World Wildlife Fund。 ワールドライフの方の、もちろん旧友の間柄であるカーター前大統領夫妻も出席、そして大歓迎で出迎える笹川会長。ここで議会中の笹川会長の名発言、そしてカーター氏の名議長ぶりが話題になり、しばらく立ち話。会議の成功を願う参加した各国の人たち、そんな気持ちが一つになり、時間の経つのも忘れて和やかにレセプションは進みました。会議場へ足を運ぶ笹川会長と日本船舶振興会篠田裕次郎理事長。2日間熱い討議を交えたアフリカ飢餓会議もいよいよ最終日を迎えました。3日間にわたる長い討議の末、アフリカ西部に
一大穀倉地帯を目指して実験農場をと意見が一つにまとまりました。そこで笹川会長は日本船舶振興会より5カ年間にわたりこの計画実施に必要な財政的援助を検討すると申し出られ、アフリカ飢餓救済に対する意気込みを新たに表明されました。3日間の討議を総括してアメリカタフツ大学学長であるメイヤー博士は、アフリカの飢餓問題を解決する第一歩としてアフリカ西部に実験農場を作ること、そして具体的な行動計画についてはアフリカ諸国と協議して決めていくことなどを述べられました。議会集結にあたり参加した方々に対して笹川会長よりお礼とねぎらいの言葉がありました。世界中から指導的立場であると同時に、しかも専門的に人類の健康長寿幸福をご協力をくださる、そうして一日も早くですね、我々と同じように健康長寿幸福な一生を送ってくださるような立派なですね、国になってくださることを皆さん方とともにですね、記念いたしまして、お礼の言葉といたしますが、Extend my very best wishes and gratitude to your family also. Thank you so much. Thank you. こうして国際都市ジュネーブで始まった第1回アフリカ飢餓会議は、一つの結論を出して静かに幕を閉じました。その日の飢餓会議が終わり、今度はフランス領タロイにあるタフツ大学ヨーロピアンセンターに場所を変えてのレセプション。3日間続いた会議の疲れも何のその、あふれるスタミナに周りの人々を驚かせた笹川会長。日本式やこれ。センター内にある緑の森で笹川会長はご自慢のウグイスの笛を披露。見事な音色とユーモアに思わず大爆笑。カーター氏は少年のように無邪気に笑う26歳の笹川会長を再認識されました。